の皆様こんばんは、翔です。ということで、今回は、行きましょう。イベントですね、ジェット・ザ・フューチャー、やってまいりましたが、まあ、ちょっとね、ペースを追い上げてきてまいっておりますので、イベントランキング、まあ、2000に近づいてきておりますが、まあ、それは置いといて、本日は、なんとですね、やっと久々にね、このイベント曲、まあね、あの譜面の方を、弾いてきました。譜面の方を弾いて、曲の方を弾いてきました。もちろん曲は、今回の、イベント曲である、ジェット・ザ・フューチャーでございます。マスタープラス両方弾いてきております。この動画では、マスターの方を紹介しています。また指示の動画にはマスタープラスの方があるので、ぜひそちらの方、ご覧になっていただけるとありがたいです、という感じでございますが、早速、まあね、話しててもしょうがないので、まあ行きましょう。いかなる腕前のほどは、お前の腕前のほどはどれぐらいなんやろうなというふうに思ってらっしゃる方多いかもしれませんが、まあそこまで僕は上手くないのですが、まあぜひ、ご恐縮ですが、見ていただければありがたいです。ということで曲の方行きましょう。ジェット・ザ・フューチャーで、ロック・トゥ・ザ・ビートで、ジェット・ザ・フューチャーです。どうぞ。賑やかに、華やかに。はい、ありがとうございました。久々に振り込んできました。いや、よかった、本当に。いや、あの、言っちゃうと、撮影の裏話をすると、かなり時間かかりました、本当に。正直言うと、普通のイベントの時の、まあ普通に、要は何ですかね、普通にその動画外で弾いてる時は、初見はもちろん動画で上がってる通り無理だったんですけど、初見の後の2回目に振り込んできたんで、結構、あれ、これ結構簡単じゃない、そこからずっと振り込んしつつ、僕結構こう、その、スコアを今回初めてイベント曲詰められたんですよね。で、ハイスコアランキング見ていただければわかるかもしれませんが、116万といってね、結構いいスコア出てますね。はい。いやー、なかなかにいいスコア出てるので、ちょっとびっくりしましたね、本当に。ここまで出るのかと、思いました。はい、って感じでございますが、うん。まあ、とりあえず、まあもう、これ以上詰める必要はないかなって感じなんで、まあ別に1位は目指してる。マスターだったら、これでぐらいでいいかなっていうふうに思いますし、マスプラをもし弾けるのであれば、マスプラでもうちょい点数伸ばしてもいいんですが、マスプラはね、まあいかんせんどういう出前のほどかっていうのは、まあ、この後の動画に出るので、ぜひお楽しみしていただければ、ありがたいでございます。はい。ということで、以上が、今回の、
ジェットフューチャーの、マスターの、手元、動画でございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。プロデューサーさんに素敵なお知らせです。9月3日をもってアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージは1周年を迎えました。これも日頃からプロデュース活動に励んでくださっているプロデューサーさんのおかげです。本当にありがとうございます。プロデューサーさんにはそんな日頃の感謝の気持ちを込めてささやかながらプレゼントやサプライズを用意しました。これを糧にさらなるプロデュース活動頑張ってください。そして何よりアイドルたちとの日々を楽しんでくださいね。